自分にできるのは何があるかって言ったら漫画しかないですからね。で、漫画で原爆をとっちめてやろうと。爆心地から 1.3 キロの地点に船入本町という町があって、僕はそこで生まれて育ったわけです。お母ちゃんこれから学校行くよと言って、で玄関の敷居の上にね、当時4歳になる進がね、こう模型の船を持ってね、でじゃんじゃんじゃがいもさつまいもなんて言ってね、遊んでたんですよ。みんな幽霊の行進がどう、ね、僕はその中入ってこうやって歩いてる。その被爆のシーンを描いている時はもう追い詰められたような気持ちが、で弟とギャグ的な場面があるとね、ニコニコしてね。弦は原爆のテーマにしてるけどね、麦なんですよ。麦、何回も何回も踏まれる麦踏みで、で大地に根をしっかり張ってまっすぐに伸びて豊かな方を見逃せる人間、そういう風になるよと。ゲンちゃんがいつもこう、から元気でも明るいですよね。こう飛び上がったりとかね。いや、まあまあ、僕もそうだったから。僕がそうだよ。私がそうです。もう飢えてどうしようもない時に、妻子移動中みたいなね、歌をね、夜は冷たいなんてね。よし。